ここから種崎さんと一緒にまずはアニメ第2話の振り返りをしていきたいというところなんですが、種崎さん、このポッドキャストをお聞きの皆さんはアニメ第2話もう見終わってるっぽいっすよ。そのようです、ね、タイミング的に、はい、我々まだ1話も見れてないですね。そうですね。そんな中皆さんは1話と2話、羨ましいね。いいな。さぞ楽しかったんでしょうね。いいなまあ収録はしたのでね、その情報をもとにいろいろと喋っていきたいと思いますけれども、名門イーデン校にアーニャが入学するためには両親揃っての出席が必須となる二次試験の突破が条件。妻が必要になった黄昏の前に現れたのは夜という女性でしたが、夜の正体はなんと殺し屋。黄昏は面接時の母親役の交換条件にパーティーでの恋人役を引き受けたことをきっかけに、スパイ、殺し屋、超能力者、お互いに正体を隠した3人の不思議な生活がスタートというところが2話と、うん、ついに始まりましたね、うん、ファミリーですよ、うん、揃いました。まあまだ揃ってないですけれども、まあここからねまたワンちゃんがね、うん、来ますけれども、はい、ね、というところはありますけれども、うん、まあこのスパイ、殺し屋、超能力者と、うん、もうこの設定がワクワクしますよね。それです。あの、はい、前回言えなかったことと今思ったことを一気に言ってもいいですかお願いします。思ったこと通過、はい、通過、はい、あの前回のシャープ1、はい、ポッドキャスト1回目の時に、はい、オープニングで江口さんがおっしゃってたんですけど、はいはい、アーニャと出会ったことで黄昏は大切なものを思い出すうんぬんかんぬんみたいな話をされてたんですけど、はいはい、ロイドじゃなくて黄昏っていうのいいなって思いながら聞いてました。そうですね、その時はまだね、そう、黄昏なんですよね。それと、はい、あのワンちゃんがまだ揃ってないって、はい、そうなのよねって思っていや、いいなってやっぱりみんなで、みんなでファミリーですからね、はい、いいなって思いました。以上です。はい、ありがとうございますいやでもやっぱり、はい、このなんていうんですかね、ある意味、うん、それぞれのなんか思惑で、うん、家族になっていくというところでございますけれども、うんうんうん、やっぱりそのロイドとしては、うんうん、まあ、任務遂行のため、うんうん、そして夜さんは、うん、まあ、あの殺し屋というところは怪しまれないように家族が必要だというところでございますけれども、うんうん、やっぱりアーニャは家族が欲しいと、だからやっぱりこの中でやっぱある意味純粋なじゃないですけれども、うんうん、繋いでくれるのはアーニャなんですよね、ここから、うん、だからまあ夜さんもそのなんていうんですかね、まだ今の時点ではファミリーとしてはまあ別にまあいつかはなくなってしまうものであるという前提だし、ロイドもいつかはなくなってしまう前提だというところでございますけれども、アーニャだけはなくならないようにっていう、これがねみんな多分いつかはなくなってしまうんだってアーニャも思ってたら多分3人バラバラになっちゃったんですけど、そこをつないでくれるのがアーニャっていうね、ところが、そして新たにつなげてくれようとするのがここからまたワンちゃんが来るんですよ。やっぱりこれがね、やっぱバランスというか、誰一人欠けてもダメだったぞっていうところがね、今後どん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 じわじわとこう明かされていくというところでございますけれどもね、はい、まあ夜役の早見沙織さん、どんな話をしますって今普段どんな話何話してるかな普段どんな話を、うーん、どんな人だと思いますか。あ、なんか夜さんみたいな人だなってえ、それは、はい、コロコロの部分はあの、はい、あ、コロコロの部分は別にじゃないんですけど、はいはい、あ、でもあのふわっとしてるのに、はい、あのお芝居になると鋭さすら出すみたいなのを考えると、はいはい、コロではないですけど、はい、コロじゃないんですけど、はい、そういう部分も
持っている部分もあるのかなって見たことないですけど、はい、はい、うんうん、なんか本当に早見さん、うん、不思議な人だなっていうのも思ってまして、うんうん、はい、それこそ僕がその初めて、うん、こう声優デビューして初めて名前ありのキャラクターオーディションで受かって、うんうんうん、その時に早見さんは、10代でヒロインやってたんですよ、うん、その頃からもう早見さんは早見さんですよね。なんかこうやって姿勢よく座ってて、あ、おはようございますみたいな、で、おはようございますみたいな、よろしくお願いしますみたいな、そこはもうなんかずっと早見さんだから本当に日常がわからないというか、早見さんという存在って一体どういう人なんだろうみたいな、別に普通ですよとか言ってるんですけど、いや絶対違うでしょみたいな、